もともと予防歯科って結構前から言われてたはずなんですよ。で、定期検診が大事だよ、定期検診が大事だよって日本では言われてて、じゃあ行きましょうってなってるんだけど、行くには行くんだけども、そこのクオリティっていうのは歯医者さんごとやっぱ違いますよね。そこをしっかりとやるっていう風になってくると、やるべきことって結構出てくるんですよ。じゃあそれをしっかりやる場所であってほしいっていう風に僕は思ってて、で例えば口の中の写真をしっかり撮る、歯周病の、記録をしっかり撮る、あとはレントゲンもしっかり撮る、その中ででも撮るっていうことだけじゃなくて、一番大事なのは患者さんと話して、患者さんの気持ちを察してあげる、で患者さんに対して一番いいことは何かっていうのを絞って伝える。全部言っちゃったら患者さんわけわかんなくなっちゃうんですよ。それはそうですよね。なのでそういうところは意識して衛生士には伝えてますけども、はい、あの予防歯科って簡単に一言で言うんですけども、予防っていうことは守っていくことですよね。で守るって、じゃあどのタイミングで守るかって話なんですよ。1年守るか、5年守るか、10年守るか、20年守るかってなってくると、掛川でも田舎の部分っていうのはずっとこう来てくださってる患者さんがいるわけですよね。ってことは長期的にずっと見ていくわけですよ。その長期の患者さんを守りたいから、やるべきことはその1年目、例えば年に1回記録の写真を撮って、このタイミングでバックヤードとして介護が始まったから、あまり歯磨きできなくって、でやっぱ歯茎が腫れっぽくなっちゃって状態が良くなくなったけども、治療に入ったからここで良くなったよねっていう、そういう歴史をしっかりと形に残すっていうことは予防歯科としては必要かなと、まず一つ思うこと。あとはしっかりと歯周病と向き合う歯科衛生士であるということ。あの歯周基本治療っていうのは歯科衛生士がしっかりできる治療の中の一つなんですよね。なのでそこをしっかりとやれるようになりましょう。深い歯石を取るってなってくると、なかなか難しいっていうふうに思う歯科衛生士がいるですけども、それはしっかりと技術と勉強ですよね、勉強して楽しいと思いながら経験を積んでいて、やりがいがあるなと、成功体験をできるだけさせてあげることでワクワクを出して、そこにもっと向けていこうっていうふうには考えます。はい、もう一言で言うなら寄り添う予防歯科で間違いないですね。はい。